相変わらず屋根がない。青空販売だ。見てください、こんなにパイナップルが充実しています。今日はネイジーコンビニが黒字化したということで、また視察に来た。あの後ろ姿はまさか我がマーチーゲーミンググループで大黒字を出しているあの伝説のオーナー亀専務ではないか。マーチー会長来たんですね。亀専務、今日は何しにここへ？ネイジーコンビニの黒字化を助けに来ました。僕にお任せください。それは心強い。ところでネイジーはどこにいるんだ？マーチー会長、ここですよ、ここ。ここにいますよ。そんなところで何をやっているんだ、ネイジー君。はい、パイナップルの気持ちになっていました。いい心がけですね。ところで黒字化したと聞きましたが。はい、おかげさまでいろいろなところを修復することができました。屋根もつけたんですけど、まだ完璧じゃありません。屋根めちゃんこ穴が開いているじゃないか。何をしているんだ、ネイジー君。しかも棚がガラガラで、何も買うものがないぞ。会長、安心してください。パイナップルだけは切らさないようにしています。バカなこと言ってるんじゃない。頭がおかしいのか、君は。そんなにパイナップルが好きなら、パイナップルだけ置けばいいんじゃないですか。それはいい案だ、と言いながら、ネイジーはパイナップルで棚をいっぱいにした。会長、このパイナップルを全部売ってお店を完璧にしますから、楽しみにしていてください。